こんにちは。今日から始める安心男着物、着物楽庵こだまです。今日はこれからまあ一重夏を迎えてですね、まあこうしたまあ証券のこうコマシャという少しうっすらですねこう透けるような、まあ非常こう透け透けというわけではないんですね。ただまあこれ先染めの生地で織ってますし、あの非常にこう駒糸を使ってるのでこうベタベタしないというもので、でまあ証券でまあこれがそれでお家でもこうジャブジャブ洗うことができるんですね。仕立て上げた状態でお家で洗濯機で洗ってもらうことができる生地というので、まあこうしたものとか、これはまたちょっと機屋さんが若干違うんですけれども、まあ似たようなこういうコマシャというこういうものですね。でまあ、 あのいろんな着物を着倒そうというそのシリーズで、まあ私が実際にこれは夏やっぱりこれから汗をかく時期に着ぬもんは着たいけれども、まあちゃんとした正式の場所に出る時とかそういう時に、着るものは着たいけれども、まあ汗をかいてしまう場所でどのようなものを着たらよろしいかということで、まあ去年なんかはこう動画でもやっぱアップさせていただいた小千谷縮みで江戸小紋を染めたりとかそういうこともしたんですけども、まあこういうコマシャのものですね。でこちらのものは実際にこう実験をしたところ、まあ水いわゆる環境収縮加工さえすれば水で家でジャブジャブ洗っても大丈夫ということで、で私実際に自分のものをサンプル的にこう作ったんですね。まあそちらがこんな感じで、まあこうしたこう真っ黒のものなんですけど、先ほどもちょっとお話したように、まあ、ほとんどこう透け感がないものなんで割と長いシーズン着ていただけるかなということで、もう実際やっぱり3月とかそういう時でも動きがこう激しくて、ちょっと汗をかきそうな時は私こういうものを着させていただいてるんですけど、で実際これは真夏も当然着ることができますし、だからまあ3、4、5、6、7、8、9、10ぐらいでまあ半年以上十分着れるんではないかなということ で一応お尻のところだけまあへばれないようにというのと、まああとはですねあまりこう透けないようにというんでこうした意識当てを当ててますけれども、まあちょっとこれを着てみますね。ちょっと今マイクの位置を直させていただいたので、で実際ちょっと羽織ってみますね。
でこんな感じでちょっとこう着てみましたけれども、でこうちょっとこうつまのところを見ていただくと、実際は結構こういう感じで少し透けた感じなんですけれども、まあ実際こう着ていただくと、まあほとんどその透け感っていうのはまあわからないと思うので、割と長いシーズン着させていただくことができるかなというふうに思います。でまあ実際こう着た時の感想なんですけれども、まあ非常にこうサラッとしてですね、やっぱり絹独特のこうちょっとつるっとさと、それからやっぱり狛糸を使ってあるのでサラサラして、こういわゆるさばきというか、当然こう足の運びもいいですし、まあこう肌合いも非常にこういいですし、からまあもう一つ言うと、洗濯した後のシワとか、そういうこともそんなにこう気にしなくていい素材なんではないかなというふうに思います。で実際うちでももうすでにこちらのものでそういう洗える仕様の着物を作られた方もいらっしゃいますし、まあ同じこの素材で、羽織を作られている方もいらっしゃるんですけども、まあ夏場に向かって、まあ、清掃にも着れて、でお家でジャブジャブ洗える素材というので、なかなかこうした素材もいいんではないかなというふうに思いまして、でまあうちではお客様にご説明させていただいてます。ということで、まあ、本日は、まあ、いろんな着物を着倒そうシリーズの、証券の駒社の、まあお召し紬ですね。で、お家で、洗濯機でジャブジャブ洗うことができるものということで、皆様にもちょっとご紹介させていただきたいというふうに思ってこんな動画を撮らさせていただきました。ということで本日も以上、ありがとうございました。